しゃ出た。はい、これが土壌ですね。中サイズと中大サイズですね。まあ、中が15センチ前後ですね。大が16、7センチぐらいですね。あと太さがね、違いますので、やはりでかいね、土壌を使った方がでかい太刀魚は食ってきますので、少しね、大きめの土壌を使った方がいいです。カットする時の注意点はですね、この胸びれですかね、これを残すようにカットします。よし、これでカットですね。この胸びれね、これを残すようにこうしてね。あとこの背びれも使えますので、で頭を合わせて、ね、受けが3つありますから、ショートよりね楽にきれいに固定できますので、こんな感じですね。で、この胸びれをこうして頭を固定、それから螺旋状に行って、この背びれをまたいでここでまた二重止めして、またいで、螺旋状に帰ってきます。受けに固定して終わりですね。もうね、余ったやつはね、カットした方がいいですね。そしてこんな感じですね。胸びれと背びれを生かします。ね、これで、土壌の固定が終わります。これでね、冷凍して、持っていきます。まあ肝はね、胸びれですかね、胸びれとこの背びれを生かすね、生かした方が、もうこれまでねやってみた中でもね、バイトがいいですので、こういう風な付け方をしてください。で、ここで、マル秘なことなんですけど、まあこれね、こんな風にね、冷凍してね持っていくわけなんですけど、やはりね、釣り場で切って、頭を切ってね、匂い出す方がいいんですけど、やっぱり冷凍して持っていかないとね、手間かかりますので、そこで匂いを出すやり方としてね、ピンですね、ピンでね、こう刺していくんですよ。こうやってね、これ今私がね現地でやってるやり方なんですけどね、これでねより一層ね、匂いがね、まあにじみ出るっていうんですかね、出てきますので、
このピンを使ってね、こう色をこう刺してね、こう匂いを出すようにしてください。これがマル秘です。これやっちゃうとね、匂いでね、タチウオがね必ず食らいついてきますので、これ初めて公開しますけど、やってる人いるかな。これぜひやってみてくださいね。やはりあのタチウオはね、まあ光にまあ敏感なのは当たり前なんですけど、匂いね、匂いに敏感ですので、これぜひやってみてください。おー、危ない。来ました。あー、きびれですね。7センチですね。来ました、天竺来ました。はい、やっとね、最後の最後ドラマが待ってましたね。102センチですね。指5本のドラゴンです。ね、やっぱり神様はね、最後の最後にご褒美くれますね。はい、お疲れ様でした。光る、土壌の作り方なんですけど、この25を使います。このサイズをね、これこのまま入れたらね、ちょっとね明かりがね強すぎますのでね、これをね、ここに入れちゃうとね、あんまりちょっとね、違和感があるかなという感じで、そこでですね、これもあの私、キビナゴでよくやってたんですけどね、この土壌のお腹の中に入れちゃうんですよね。まあ、これで刺して穴を作ってですね、でお腹の中に入れちゃうわけですよ。こうね、こんな感じで。
が効く時ありますので、今日ねこれを使ってね、光る土壌でね、なんとかね、ドラゴンを取りたいと思っております。バレるなよ。クロスライド出ましたね。あ、切れた。危ねえ。出ましたよ。ドラゴンですね。メーターもいってますよ、これ。ちょっともう締めときましょう。やりましたね。長さですね、幅。10センチか。11センチですね。11センチ。ね。指、5本半ぐらいですかね。はい、出ましたね。109センチですね。でかい、ね、いや、上がりましたね。さすがクロスライド 5G ドラゴンですね。太さ長さともにいきました。太さはね11センチでしたね。はい、いい顔してますね。キビレですね。天竺たちやりました。
手にかけました。はい、ドラゴン行きましたね。天竺立ちですね。だから行きましたね。出ました。115センチです。こんにちは、セイラです。これからも一生懸命釣りを頑張るので、チャンネル登録の方どうもよろしくお願いします。